わ、今の一発でちょっと汗出ました。今一発でちょっと汗出ました。いや、今日はどうなるんでしょうね。しょっぱなですよね。しょっぱなですね、本当に。え、今の部分あれですか、うん、腎臓でしたっけ。あ、よくご存知で、はい、そうですよ。見させていただいて、 ありがとうございます。柔らかいですけどね、足自体はすごく。あー、気合いって。今すごくこう震えてましたね。やばいっすね、うん、でも全然あれですもんね、うん、今のでも軽いと言いますか。これ軽、うん、これね、まだ嘘嘘これ今どんくらいですか、強さ。これは強さ7ぐらい、7いくか6。あ、安心した。これで2とか言われたらもうどうしようかと。結構控えめな感じでやってますけど。あ、嘘いった。面白い。うーわ、いった。いった。やばいっすね、これ。ちょっと殿堂入りには入らないかもしれないですけどもね。ちょっと上脱いでいいですか。はい、どうぞ。もうこれで熱くなっちゃいました、ね、面白い、いいですよ、どうぞ。いやー、よかった、半袖できてた。どうぞ。気を取り直して。はい、気を取り直していきましょうね。まあ、気を取り直すもなります。これ今日のはこれお笑い会ですね。いった、うっそ。じゃあちょっと、あ、まあいいな、これでやりつけて。うわ、すごいな。うーん。震えがすごいですね。うわ、痛い。うわ、なんかこれ代謝良くなりそうですね、すごい。汗が汗すごいっすもん。あ、すごい気持ちいいっすね。あ、この辺気持ちいい。よかった。あ、すごい。すごい。その辺が膀胱ですか。あ、よくご存知で、よく見られてますね、本当に。いや、見てますよ。ありがとうございます。よく、なんかもう楽しくなっちゃって、そのどこがどこみたいな。なんか本業のそのヘッドマッサージとかもやるんですけど、はい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 、頭のツボより多分足の方が詳しくなっちゃう。素晴らしい。お客さんのね、足もやってあげるといいんじゃないですか。いやいや、なんかありそうですよね。あ、わかんないですけど、衛生的にどうなのかもあれですけど。あ、よいしょ。すごいですね。あ、ごめんなさい。ああ、その辺は大丈夫。まだなんとか。ああ、この辺はまだ大丈夫。よいしょ。うわ、もう汗すごいっすよ、僕今。汗すごい。足の、久々にこんな。あ、ほんと。はい。エクササイズにいいですね。いや、本当ですよ。あー、痛気持ちいい。痛気持ちいいよ。そこなんですか。ここ脳下垂体ですね。あ、痛い。ここ地味に痛い。痛っ。あ、嘘。本当です。痛。脳下垂体って何なんですか。脳下垂体って、概要欄をご覧ください。ですよね。なんかさっきもちょっと勉強したんですけど、なんかまた忘れちゃう。ホルモンのバランスを整えてるところですね。なるほど。以上。あ、なんかゴリゴリしてますね。ここね、なんだそれ、痛い。ここも、ね、すごい。あ、ふぅ。大丈夫か。痛い。痛かった。あ、よいしょ。
美容師さんだと疲れる箇所とかってあります？腰ですね。腰が一番ですかね、多分。それこそずっとやってて手首とか痛くないですか？腱鞘炎。あ、これですか。あ、全然、そういうのはないですね。ないですか？大丈夫。一日一人しかやらないんで。あ、そうなんですね。うん。2日連続でやるともう疲れちゃう。2日連続ダメってことが最近分かってきた。最近分かりました。もうどん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 引きこもろうかなみたいな。お客取らないみたいな。いやでもなんか見た目に反して多分やる側ハードですこれ。あ、これ？なんかそんな気がしてます。あ、本当だ。結構ね力抜いてやってる感じですけど。あ、うん、ここね、これ肩ですか？ここ肩のとこですね。あ、ここ痛そう。肩ですか？肩、うん、あんまなんか凝った経験とかはないんですか？あ、そうなんだ。溜まってますね。溜まってる、なんかね、ここだけちょっと硬いんですよね。あ、痛ぇ、なんですか。なんかここ、どんどんほぐれてきてるかもしれない。あー、痛ぇ痛ぇ。いいよ。ここですね。あー、うっそ。ここ、これ全部肩ですか？ここ肩の、うん、そう、肩のね、関節のあたりかな、はい、腕と肩の間みたいな感じ。なんだろうな、ここ結構痛いですね。よいしょ。おお、ここも僧帽筋という肩のところですね。知らぬ間になんか来てるんですかね、肩も。ね、美容師さんってでも疲れそうだけど、肩とか。いやー、でも言うほどですよ、うん、まあ言っても、はい。でも割と皆さん痛がるポイントは一緒ですか？うん、まあ大体、ここはね、あんまりそこまで痛がる人はいないかも。まあ肩なんで凝ってる方は多いんですけど、はい、うん、あーそこやばいな。ここ気管支か、なんか、あ、でもなんか くすぐったい、くすぐったい、ここですね。よいしょ。あーあー、くすぐった、くすぐった、急にくすぐったくなりました。急にくすぐったくなった。面白い。あ、痛い、痛い痛い、痛いらしいです。あー、痛い。痛っ、くすぐったいと思って油断してたら、油断してたら、あー痛い。おー、それなんか皆さん痛そうですね、この辺で。ここね、みんな痛いですよね。ここは胃の反射区ですね。そう、なんか足つぼを最初見出した時、ええ、なんかその足裏で胃のその部分が押してみたら痛くて、ええ、なんだこれと思って調べてたら、ええ、その足つぼ動画になんかたどり着いてったんですよ。あ、本当ですか。そうなんですよ。 ありがとうございます。よ、大丈夫。あ、ですね、うっそ、うっそ、いったー。面白い。あー、痛い。うーわ、ん、ゆっくりやっていきましょうね。よいしょ。あうーわ、心臓です。うーわ、心臓ですか。はい、心臓なんか痛いって怖いですね。まあまあ、ここら辺はでも結構痛がる人が普通に多いので。あ、そうですか。うん、まあ、そこまで
ここもそうなんですけど、ここは脾臓ですね。脾臓、はい、あ、痛い痛い痛い、やばい。足の裏結構汗かいてますね。いやもう全身すごいですよ。全身水分取っていいですか？あ、どうぞどうぞ、お好きに取ってください。ふー、結構ハードな運動してるのと同じぐらい汗かいてますね。ここ腸の部分ですね。もう笑っちゃう痛さですよ。笑っちゃう痛さ。腸の部分ですね。腸ですか。うん、べっとりですね。もうべっとりですよね。すみません。いや大丈夫です。結構こういう方もいらっしゃるので。書いてなかった。運動とか全くしないんですよ、もう。あ、なんかもう何年分も全部出てる気がしますね。ここら辺、あの、ナイアガラの滝ぐらい。いや、すごいですよね、もう。もう、今日クリームいらないかもしれないですよね。いらないです。ほんとに。参ったら、この辺ちょっとモザイク大変です。ここら辺、いや、お顔の方に食べときますけど、こっちの。お顔がちょっと忙しい感じ。よいしょ。うわぁ、すごい。あ、でも腰そんなでもないですかね。あ、本当ですか。うん、ここ腰なんですね。ここ腰ですね。痛いですけど、耐えられる。気持ちいい感じ。いいよ。よいしょ。大丈夫。いや、なんかこれクリームなんだか汗なんだ。いや、汗じゃないですかね。ほぼ汗。ほぼ汗です。いや、その辺怖いな。その辺怖い。怖いね。そこ何ですか。ここは、前立腺ですね。前立腺ちょっとなんかゴリって感じですね。ここら辺ね。そこなんか痛いイメージあります、自分。うーん、痛っ。はあ、あ、痛い。痛い。あ、やばい、やばい。あ、痛い。あ、痛い。いった、めちゃめちゃゴリゴリになってますね。ね、ここね、すごいなんかなってますね。ここら辺はね、まあ、あれですね。ヒップジョイントってなんつ、股関節。あ、股関節。股関節周り。うわお。ぬるぬるです。すいません。大丈夫です。足つぼして結構慣れてるんですよ、こういうの。うん、よいしょ。あ、ほんといらない。いらないです。クリームいらない。むしろ拭き取った方がいいぐらい。ほんとですよね。うん、うわ、垂れてきてる。すごくないですか。すごいね。わあ、すごい汗。こんなに汗かいてる人初めて見たかもしれない。めちゃめちゃ毒素溜まってるんですかね。毒素まみれだよ。置いてかないでくださいね。ちょっと置かせていただいて。本当に。後で、あの、除霊しときますよ。帰った後に塩撒いときますよ。ユダガさんになんか落ちちゃうかもしれないですよね。本当、挑発のお化けが出てきたわけですね。間違いなく僕じゃないですか。呪音状態。よいしょ。すご
ごいな、自分がこんなに汗かいてるとこ久々に見ましたもん。学生の部活の時以来ですよ。確かにこんなに汗かいてる方初めて見ましたよ。痛い腕ですね。腕ですか。痛っ。あ、腕のあたり結構ね、腕疲れてるのか。あ、痛っ腕全部ですか。腕、あのね、肩から、はい、肘にかけて、肘にかけて痛っ。あ、震える。痛い。うわ、ノーマークでした、そのね。ノーマークでした。いった。うそ。ノーマーク。なんとなく自分で押して、この辺痛いなみたいなのはあったんですけど、その辺なんなら押したことないです。もう痛い。痛い。これは膝ですね。痛い。そっか、そこもあれなんですね。そっか、足つぼは裏だけじゃないんですね。そうですね。表も。痛いなぁ。あー、なんかなってますね。なんかなってますね。グリッグリッって感じでね。これは足つぼで拷問とかされたらもう答えるしかないですね。答えるしかないですね。あ、いない。月収はっつって。そこも腕ですか。ここは清掃ですね。清掃、痛い、はい、そこめちゃめちゃ痛い。ここちょっと結構軽めにはやってるんですけどね。あ、痛い。今なんか電気走った感じになりましたもん。あー、ここね。あ、痛い。また汗が。落ち着け。落ち着け。面白いですね。すごいピッカピカじゃないですか、もう。多分この毛が全部抜けますよ。よいしょ。あ、なんかそれ気持ちいいですね。あ、これ気持ちいい、はい。ここでもすごい張ってる感じですね。ここね。これ結構多分。痛気持ちいいっすね。痛気持ちいい。ああ、痛い。滑りいいっすね、今日。滑りが痛い。今日なんかいつも以上に滑りいいですね、これ。ちょっとあの後でね、これ見てみないとどんな感じでしてるかなんですけど。結構なんかもう見苦しいぐらいあれかもしれないっすね。ボツになりましたっつって。すみません。まあ、地上波だったら多分ボツでしょうね。いや、ボツですね、もう。よあお、喉ですね。喉ですか。で、あ、よいしょ。よいしょ。やっぱ指でやると結構痛気持ちいい感じなんですかね。あ、そうですね。指の方が多分刺激は弱めに、ね、弱めですね。まあ、痛いは痛いですけど、ここに来た来た。いや、まあ、あんまり痛くない。あ、でもなんか、うん、ちょっとこう音の割に痛みは可愛い感じです。可愛い痛み。あ、そっち側は痛いな。こっち側が痛い。これね、ちょっとうわっ、ここなんだそれ。これちょっと肩甲骨、肩甲骨、まあ、膝がこの辺で、ちょっとこの辺もさっき痛みがあったところなんですけど、そこの上、まあ膝と肩甲骨、なんか微妙なところですね。なるほど。あ、その辺が足のあれなんですね、全体的に。そうです、ね。痛いな、痛いな。全部老廃物ですか、ゴリって。ああ、でもあと筋繊維、あの筋肉の繊維とも言われてますね。ちょっとなんか自分も最近また調べたんですけど、なんかよく分かんなくなってきて。いろいろありそうですね。うん、少なからず骨の音とかもあるわけです。
まあまあそうですかね。でもこのこういうところって多分これ骨の上にあるなんか溜まってるものの音って感じですかね。ノーマーク地帯。あ、そうやってあれなんですね。先だけじゃなくて横も使うんですね。あ、多分よくなんか人それぞれ時々なんかね、なんか自分でも思いもやらない使い方をしてるときある。あ、本当ですか。うん、あ、これが良さそうみたいな。痛い、いや痛い。また汗が吹き出てきました。いやもう本当にこれ絶対健康になりますね。そうですね、初めてなかった。あ、こっち側が痛いね。そっち側痛いっすね。あ、痛い。こっち側もそうだね。あ、こっちも痛い。結局全部。よいしょ。いや、今日は元気なセッションができましたね。よいしょ。膀胱ですね。痛い。痛いの痛いの飛んでてる。